お宅なら食べに来てもよくってよ、うふん。ゼンさんもね、準備万端なんで、やりますか。1時間ずらし、行ってみよう。夕方午後5時のスナックジェーンの様子を見に行ってみましょう。お客さんは入っているんでしょうか。おー、来店しています。お客さんが来店しました。これは幸先がいい。アヒルの少年がいますが、カもいるね。カすげえ邪魔なんだけど。これほっとくとどうなんの。あん、お、かゆ刺された刺されちゃった。蚊に刺されちゃった。え、これ大丈夫、マラリアとか映ってないかな、媒介してないかな、あいつ大丈夫そうですかね。いやー、しかしいきなりまさか来てくれるとは思わなかったな。ピタン、よく来たね。偉いよ。偉いぞ。さあ、早速会話が始まりました。ジェンってさ、ホイコーローいきなりオーダーが入りましたね。オーダー、ホイコーロー、ツッポ。杏仁豆腐があんだもんね、デザートとしてね。中華屋じゃねえかって話だけど。中華系もあるんですかね。あんまり作らない。あんまり作りません。ないんですね、メニューにホイコーローは。作れないんじゃなくて、作らないのよ。うふん、勘違いしないでね。ふーん。でも、稲葉場だったら、え、俺かい。稲葉場だったら作れるだろ、ズッポ。ホイコーロー作ったことねえな。作ったことないけど、任せてって言ってみるか。なんとなくニュアンスで作れる気がするよ。やっぱり。それじゃあ、おいら、うほっ。うほって言っちゃった。おいらと結婚してくれっていうのは冗談だけどさ。おいら系こんな会話持ってんの？やばいね。女の子ならやっぱホイコーローぐらい作れないとね。ちょっと、それじゃあ私が作れないみたいじゃない。あ、怒っちゃった。ママ激怒。いきなり激怒してしまいましたが、最初から超いい感じだね。この調子で、ぜひね、いろんな子たちにスナックジェンに遊びに来てほしい。もう1時間ずらしてみましょう。さあ、夕方6時のスナックジェンの様子を見に行ってみましょう。先ほどはアヒルの少年がご飯を食べに来ていましたが、あ、ママがいます。ママがいますが、ママがいますが、客は、客はいないですね。まあ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 、ちょうどお夕飯時なので、スナックの時間はこれからですよね。これからですよね。大丈夫です。皆さん大丈夫です。もう1時間進めてみましょう。だいぶ日も暮れてきました。午後7時のスナックジェーンの様子を見に行ってみましょう。あいつらも濃いよな。お、あ、え、ええー、ママが着替えております。これから、これからということでしょうか。ママが部屋着から着替えましたが着替えましたが似合っていません。似合ってないですよね。なんだろうな、ブーケとペシミチは似合ってんだけどな。さあ、ママが用意を終えたところで客はどうでしょう。ダメですね。客は来ていません。客は来ていませんが、ママが用意を終えました。それはまた1時間スライドさせてみましょう。時刻は夜の8時を回ったところです。そろそろ村の男衆が集まってくる時間帯ではないでしょうか。スナックジェンの様子を見てみましょう。まずは、お、ママです。ママがおります。お客さんはどうでしょう。いません。もう1時間かな。もう1時間行ってみよう。大丈夫だって。大丈夫だって、この企画。さあ、時計は夜の9時を回りました。そろそろいい時間ですから、村の男衆もスナックジェーンに集まってきているのではないでしょうか。集まってこないと、この企画が危険なエリアに突入します。ママがいません。ママがいない。ママが、もしかして、あ、いないですね。いないですね。ママが動きました。ママが動いたぞ。これは、あー、呼び込みです。呼び込みに行ったようです。
マモを探しましょう。おそらくは近くにいるものと思われますが、あーっと、いました。やっと見つけましたが、なんということだ。誰の家もないところにママを発見しました。佇んでいます。一人で海を見つめている。おそらく暇すぎたんでしょう誰かとの会話が見れると思ったんだけどな。ちょうどよく遊びに来てたりしないかな。かな。よっ。これ。味だよ、ママ。暇だね。さあ、午後10時になってしまいました。今。ペシミストブーケがもう来ていないことは確定しています。スナックジェンの様子を見に行きましょう。ジェンさんはどうでしょう。さあ、ママはいますね。ママはいます。ママが入りました。ママが家の中に入ってしまいました。なんということだ。これはまずい。この展開はまずいですよ。気持ちはわかります。気持ちはわかるのですが、ここへ来ての室内はまずい。どうしよう。夜11時です。もう後がないんですが、見に行ってみますか。もうピータンで粘って終わりにしておけばよかったっていう。ああフィーグルが来ている。フィーグルー、ママ、ママも外に出ています。ママも外に出ている。よかった。ベーグルマジ天使。ね、他に誰か来てたりする。おーピータンか。いや、でも嬉しい。二人も来てくれたよ。ベーグル、じゃあ行ってみようか。せっかくだったらね、ボンに来て欲しかったところですけどね。ベーグル、お前これ以上下に行けないのか。ベーグルを微動だにしない。押しても行かない。あんま押しすぎるとね、怒っちゃうしね。え、溜まっている。上は、あ、上は行ける。ベーグル。なんで怒った。じゃあママを連れてくるしかないのか。ママ。ベーグルのところに行ってやってくれ。こっちです。こっちに、黒豆の犬が来てるんですが。あー、そっちじゃない。登っちゃった。ああそうか。角度ありでも会話できるんだもんね。前もあったもんね、ムーとね。稲葉ちゃん、ベーグルちゃんが作ったマドレーヌ、とっても美味しいね。ベーグルが作った飯はちょっと。でも珍しく高評価だね。飯まず設定なのに。ジェンさんに教えていただいた通りに作っただけ。ああ、ジェンさんが教えたんだ。さすが村のママ。面倒見の良さを遺憾なく発揮してるなぁ。教えた私よりずっと上手だわ。なんていい会話。なんていい会話なんだ。きっとお料理の才能がある。おー、稲葉ちゃんもそう思うでしょ。ベーグルが作る料理はとにかく残念なことでね有名なんですけど、でもね、真面目に努力してそうだしね、応援したいよね。そうともさ。かわいい。ジェンさんの教え方がお上手なんです。このね、ベーグルの笑顔に弱いんですよね、俺ね。ニコってやつ。ありがとう。じゃあ今度は何を教えてあげようかしら。うふーん。あー、素晴らしい。完璧な仕事を果たしたな、ベーグル。超いい会話だと。帰ってく。あのね、サラちゃんとバトったやつもね、炸裂する可能性はありますからね。性格同じですからね。いやー、今の会話は100点だった。さあ、ピータンも行ってみようか。私昨日またホラー映画見ちゃったわ。ホラー映画とか好きなの？怖くてちゃんと見られないけど、ついついね。まあ、怖いもの見たさってやつね。
ホラー映画見てるとイライラするぜ。そうなの。あんなのダッシュで逃げればそれで終わりじゃないか。ああ、言いそうね。そういうことね。無粋だな、ピータン。いるいる、そんな人。ピータンちゃんみたいに短絡的な人、ホラー映画にもよく出てくるわ、そうね。で、最初に殺されると。でもそういう人って、真っ先にやられちゃうのよね。うふんうん。無言では慣れていく。いいっすね。なんかスナックっぽくない？ママにやり込められる若手感あるよね、ピータンね。いやー、二人来てくれてよかったな、ほんと。嬉しいよ、俺は。え？マールも来てる！マールの位置はむずいな。マールの位置はむずいけど行ってみてほしいな。え、すごくない？一マップに4人来てるよ。すごいすごい。ゼンさんちょっと上上がってみてもらえますか？お客さん来てます。ゼンさんちょっとここで待っててね。ここで待っててね。本当に待っててね。マール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 。ゼンさん、ゼンさんいるよ。あっち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 。そうそうそう。おん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 。うん、うん、うわぁ。難しいよ。丸、丸、いけるか。もうちょい、もうちょい。お、おぉ、やったやった一苦労。いや、でもね、丸と、デンさんはね、サラちゃんとベーグルと性格同じなんで、例のね、会話が炸裂する可能性もあるんだけど、フレンドリーな感じかな？ジェーンさんっていつも私に親切にしてくれますよね？大丈夫そうですね。とっても嬉しいんですけど、どうしてなんですか？ふふん、知りたい？それはね、私が昔付き合っていた元彼と、え？どういうこと？オタクがそっくりだからなのよ。か、元彼と似てんの？ええー、そうなんですか？びっくりです。できればその私にそっくりな彼のこともっと教えてもらえませんか？あ、すごいスナックっぽい。バーのママっぽい。稲葉さんも知りた、あ、俺も聞かせてもらえるのかな？知りたいわ。教えて。あいつとは長いことうまくいってたんだけどね。秋の気配が近づき出したある涼しい晩のこと。ここにはもういられない。そう言い残して不意に出て行っちゃったのよ。ギターとレコードだけ持ってね。トタケケかな。それ以来あいつの姿は見てないのよ。それ全然マールに似てなくない？立ち入ったことを聞いてしまってごめんなさい。その彼氏戻ってくるといいですね。でも今別に付き合ってる今彼もいるんでしょ？いいのよ、あいつのことはもう忘れたわ。ジェンさん。だってあいつ、大紫のオスだったんですもん。え？周りもゴーンってなってっけど。大紫、どの道、人ならずの命だった。何この会話。何なの？これは、あ、終わり？終わりなんだ。もう、ああ、行っちゃって行っちゃう。マール、ありがとうね。お前には、いつも助けられてばっかりだな。まさかね、こんなにたくさん来てくれるとはね、俺も思ってなかったんで、本当にね、嬉しいですよ。前回の成功を祝して、前回、イエーイ！いやー、綺麗に終わったなー。めちゃめちゃ良かったよね。今までの当番会で一番良かったんじゃないですか？前回。完璧でしたね。で、最後に手紙を書いてあげて、終わりにしましょうかね。では、手紙を書きましょうか。便箋は、こちらのリボンな便箋を使おうと思います。パンティーっぽいでしょ？パンティーっぽいっしょ？シンプルにジェーンさんへでいいかな。はい、できました。ジェーンさんへ。前回、村のみんなから慕われていることがすごく伝わってきて、とっても良かったです。お疲れ様でした。これからも村のママとして、いぶし銀的な働きを期待します。国連事務総長、稲葉。ちょっと前のヤクルトでいうドバシね。ジェーンさんにはね、これからもベテランの味を発揮していってほしいね。さて、プレゼントですが、当初はですね、このラブリーチェア、ラブチェアですね。ラブチェアを送るつもりだったんだけど、
ジェーンさんちね、ラブリーシリーズで揃えてるんで、なんとなく被ってしまう気もしますので、他のものを見繕ってきました。この、バーバーポールですね。これ、ポールダンスを踊ってほしいね、まあ。バーバーポールなんだけどさ。これを送ってあげましょう。何か、スナックのママというものをすごく勘違いしているような気がしなくもないですが、これを送ってあげましょう。よろしくね、ベリミさんね。いやー、よかったね、今回ね。素晴らしかったですね、前回。実際、ズッポシ村のいいところって、俺がね、カードで呼んださ、ももちとかサラちゃんとか、あと、もともと人気のあるマールとかニコバンだけじゃなくて、ジェーンさんとか、今日来てくれたベーグルとかね。住人みんながそれぞれの個性を持って、生き生きとしているところだと思うので、今回ね、すごくそういういい部分を凝縮して見せることができたなーっていう。いや、毎回ね、こんな風に思った通りの展開になってくれるといいんですけどね。思っても見ない展開になることが多いんで。じゃあ最後に、レターサービスやります?前回おまわりさんの A だったので、今回はおまわりさんの B、行きましょう。俺ね、ちょっと気づいたかもしれなくて、おまわりさん A の A って多分ね、秋田県の A だと思うんだよね。で、おまわりさん B の B は、ブルドッグ。ってことに気づいちゃったんだよね。手紙が来てるね。あら!博物館かな?博物館のも混ざっているようですが、化石はね、全かぶりだった。おまわりさんからの手紙見てみましょう。便箋が同じですね。A の方とね。どうも、稲葉場さん。時々、とんでもない落とし物が届きます。そうですね。以前は、空腹に倒れたセイウチや、恋に破れたペリカンなんかも届いたことがありました。運ぶのに苦労しました。ペリカンって、誰よ。セイウチはセイイチさんでしょ?ジョニーはペリカンじゃないもんね。あれか。ペリコペリミ?恋に破れたって誰?あの、配達してるやつか。配達してるやつ。なんだっけ。あのペリカン一族が抱えるバックグラウンドが全くわからないので。なんともコメントしづらい感じの手紙になってしまいましたが。プレゼント開けてみましょう。俺の予想だと、なんつってたんだっけ?カツ丼って言ってたんだっけ ?A の方がね、パイプ椅子だったんですけど、開けてみます。ロッカー!ロッカーあるからね、交番の中にね。ロッカー。おー!これもしかして収納できたりする?あ、できんね!なるほど。これ結構いいんじゃない?地下とかをね、ロッカー室にするといいのかもしれないですけど、ね、まあもう、その用途では使えないけどね、俺の地下室はね。いいじゃない、これ。実はさ、サブアカの家にも普通に入れたりするじゃない?だから、俺が借金をすべて返し終わった後、デザババさんの家を大きくして、で、くつろぐ用のスペースはデザババさん家にして、で、俺のね、自分の家は全部もう収納にしようかなとかね。そういう計画も実はあったりするんだけどね。まあ、だいぶ先の話でしょうけど。では、5月10日は、これで終わりですね。いやー、よかったなー、前回。これで心置きなく、この、ドアのデザインを剥がせますね。お、ムーだ。来てくれればよかったのにね。ジェンさんとこね。はい。それでは終わりです。ありがとうございました。Thank you.
Oh, me, oh.